おはようございます。第4木曜日の朝、コバシャールの自然体で行こう、チャンネルを始めさせていただきます。皆さんおはようございます。ちょっと前、カメラの位置を移動します。このもんかな。はい、おはようございます。いつもですね、冒頭、スタート、何を喋ろうかって考えちゃう方なんですけども、今日は珍しくですね、たくさん喋りたいことが、溜まってまして、はい、お付き合いいただけたらなと思います。何から喋ろうかな。近況って変だね。昨日ね、もう昨日の話ね。あ、そうそう。ちょっと自己紹介いるのかな。僕が初めての方は、ちょっと自己紹介しようかなと、はい、思います。コバシャールっていう、これはあだ名なんですけども、ですね、バシャールが好きな小林正智です。まあ、語呂が良くてですね、コバシャールというあだ名がつきまして、バシャールを啓蒙するのが好きだったものですから、それがそのまま今、本業になってやっております。はい。もともと会社経営をしておりまして、デザイン会社をやってます。今まだね、ちゃんと会社あるんですけども。はい。デザインだとかそういった仕事は、ほとんどやらなくなっちゃったんですけども。はい。皆さんとですね、ワイワイやっています。よろしくお願いします。で、そうですね。自然体で行こうというふうなタイトルを付けさせていただいてるんですけども、これテリーさんがね、存命、中にですね、なんとなく、あ、テリーさんがつけてくれたのかな。スピリチュアル、とても、僕も大好きでですね、そういった精神の分野を、突き詰めて、人生をですね、こう、心地いいものにしていきたいなっていうふうなことは、前々から思ってたもんですから、そういうものと合わせてですね、やっぱりこう、この宇宙でですね、自然体でいられたらなと、はい、いうふうなことを思って、つけたチャンネル名です。はい。まず、チャンネル名の説明初めてでしたけど。よろしくお願いします。ですね、じゃあちょっと近況で、昨日ね、名古屋に行ったんですよ。ここはね、岐阜なんですね。岐阜の谷組というちょっと田舎の方なんですけども、鹿やイノシシが深夜徘徊してるような、そういう田舎なんですけども。はい。もともとは名古屋にいて、正確には名古屋のすぐ隣なんですけども。はい。そこから、この田舎に移住してきました。はい。移住して、田舎でですね、広々と、自然豊かなところで暮らすっていうのが、なんとなくいいなと思って、はい、来ました。昨日ですね、名古屋に出まして、で、ですね、ん？写真？名古屋に出まして、その時にちょっと買い物行ったんですね。皆さんは知らないと思うんだけど、キンブルっていうお店があるんですよ。キンブルっていうのは、どっかで大量に余った商品とかですね、あとは中古品だとか、そういったものがこう、流れてきて販売しているお店なんですけど、結構大規模でですね、大きいんですよ。で、その、あれは本店なのかな？大きい、その、リサイクルショップ兼、その、どっかで大量に余っちゃった在庫を、処分するお店みたいな感じの、場所があるんですね。で、そこ、名古屋に出るついでにちょっと立ち寄ったんですけども、そこで、いろいろ買いまして。ちょっと それを紹介していいですか？あれ？あんま持ってきてないな。あ、さえちゃん！グラノーラ持ってきて。
じゃーん。オタフクお好みソースプレミアム。これ200円。まあ、多分定価いくらするか、するのか知らないんですけど、多分、結構お高いものだと思うんですけども。これがですね、なんと、原材料がですね、非常にこだわっていまして、この大手メーカーが作ったものなのに、アミノ酸が入っていない。アミノ酸等ですね。いわゆる、味の素の類が入っていなくてですね、化学物質が入っていない。香料も入っていない。入っているのは野菜、トマト、リンゴ、人参、砂糖、醸造酢、醤油、食塩、でんぷん、赤ワイン、香辛料、味噌、マッシュルーム、酵母エキス、黒ニンニクペースト、昆布。以上。書いてあるんですよ。カラメル色素を使用せず、原料本来の色合いです。原料の収穫時期により多少異なる場合があります。このね、こだわりようがすごいなと思って、自然の恵みが育んだベジタブル&フルーツソースですよ。いやー、大手さんもこれちゃんと作れるんじゃんって感じですよね。僕、添加物だとか、まあ、いわゆる一般的にですね、健康オタクと呼ばれるような、部類の人間なんです。から、まあ、例えば、コンビニの弁当だとかですね、ファーストフードは、食べないようになりました。まあ、食べるものが、まあ、一般的にですね、市販のものあまり食べるものがなくなってしまうんですけども、でも、まあ、体のことを考えるとですね、なるべくナチュラルな食事を、せん、ね、ね、食べ物を選択したいなと思っているんですけど、こういうですね、多分どっかで、どっかのメーカーが作ったけれども、まだちょっとこだわりすぎてて、そのコストばかりがかさんで、売れなかったものが、近部にずらっと並ぶ時があるんですよ。で、大体となんかそれらしいものがあるんですね。それを、うちの嗜好に合うものをですね、ガサッと買い込んでくるのが好きなんですけど。こんなものもあったんですよ。国産ハト麦、プレーングラノーラ。入っているものは、ハト麦、玄米、大豆、押し麦、黒大豆、以上。プレーンだから、ナッツもフルーツも抜きです。この砂糖も添加物も不使用で、作りましたと。砂糖添加物不使用。だからアレンジ自在。これ多分定価高いなと思うんですけど、これは240円で売ってました。これも ちょっと多めに買ってきましたけど。こんなものを普通にね、スーパーに並んでもまず買う人いないだろうなと思うんですけど、こういうですね、作っちゃったはいいけど、なんか売れなかったなみたいなものが、キンブルにはガサッと並ぶんです。うちにとってありがたい。これなんかね、手作りジャム。いちごジャムですね。ですね。果実と糖とレモン果汁だけでゆっくりと煮詰め、粒を残して手詰めいたしました。まあ、こだわってるからこれ多分定価相当高いんだと思うんですけど、クエン酸、ペクチン、保存料は使用しておりません。しかもこれね、ゴミの減量化を考えた詰め替え用パックです。このメーカーが出している、その瓶があるんですね。これがね、この瓶がね。この瓶を使ってくれと。で、その瓶を使い終わったら、鍋の中で煮沸して消毒して、菜箸などで取り出して、で、これをゆっくり詰めろと書いてあるんですね。そんなこと誰もやらないだろうと思って、多分これ売れなかったんだなと思うんですけど、こんなものが、大量に並んでました。あとはこんなね、なんか、海外のものかな。動物性のものが入っていない感じで。とは、非常に、素っ気ない味のせんべい。
海苔わかめせんべいとかね。コンビニのお弁当おにぎりも、あとは、ファーストフードですね。いわゆる、すぐに食べれるハンバーガーの類ですね。ああいったものを食べないようになって、カップラーメンもだね、食べないようになって、もう17年ぐらいかな。17年、18年ぐらいなんですけども。こだわり出すとですね、キリがなくて。まあ、多少僕の話聞いてるとね、そういう話が出てきますので、ご了承ください。あとね、これも買ったの。じゃーん。蛍光灯パルクプレミア。電球色。これをね、じゃーん。なんかいっぱい買っちゃった。じゃーん。8本ぐらい買ったんですけど、まあもっと買ってもよかったんだけど、他にもね、長いやつ、40型のやつも何本か買ってたんですけど、ちょっと買いだめしました。僕ね、買いだめ好きなんですよね。これは買っとかなきゃなと思ったついついね、余分な量買っちゃうんですけど、なんで蛍光灯を買いだめしたかっていうとですね、今、照明器具って、LED ばっかりでしょ。LED が、苦手なんです。苦手、波長がね、あんまり気持ちが良くなくて、光の波長をね。眩しい割に、あんまり部屋が明るくならないんですよね。青白くなるというか、刺すような光源っていうのかな。あれが気持ちよくないんですよね。で、まあ、一番理想はね、白熱灯らしいんですけども、波長的にね、体に優しいのは。太陽光に近いというのかな。でもまあ、白熱灯だけだとね、さすがにちょっと電気代もかさむし、物持ちも悪いので、白熱灯も使ってるんですけどね、お買ったでは。まあ、日常明るい部屋にしておきたいところは、蛍光灯を使い続けていきたいなと思うんですけど、その蛍光灯がですね、国策で、作らなくなるんです。ひどいでしょう。国策で、もう市場から姿を消すはずです。消されては困るので、まあ、今のうちに買っとこうかなと思って。キンブル安いんですね。たくさん買っとこう。もっと買っとこう。同じね、明るさだから似たようなもんだなというふうに思っていらっしゃるかもしれないんですけども、うちあの玄関に水槽があるんですよ。この近所のね、谷組の川で捕まえた魚を、飼っていて、ちゃんとみんな冬を越してくれたんですけど、その水槽にその LED で照らすそのライトがあるんですね。幅の長い。で、まあ、それが普通、まあ普通の商品としてはそれが売ってるもんですから、コンパクトだしね、薄いし。で、つけていたらですね、友人が家に来た時に、まあその方、魚飼ってらっしゃるんですね、前からね。で、あ、LED だね。LED はね、魚が奇形を生むよ。ってあっさり言われまして、わ、そうなんだと思ってね。まあ、魚を孵化させようというふうに思ってはいなかったので、まあ、それはいいかなとは思ったんですけど、でもまあ、動物であるね、その魚が嫌がるような、仮に、魚のね、その健康、いくらかこう、負担をかけてしまうようなライトなのかなというふうに、まあ、その魚について詳しい方からこう聞いたんですね。であればやっぱり実際僕も LED の部屋ってねちょっと苦手なんですよ。だから、蛍光灯の照明器具とあとはこの蛍光灯をですね、ちゃんと確保しておきたいなと、思いまして、
ちなみに子供2人、娘がいるんですけども、その勉強机にデスクライトがあるんですけども、それもちっちゃなね、蛍光灯をつけれる、タイプのものを探して、Amazon だったかな。それで使ってます。ですから皆さん、まあ、トイレとかね、そんなところは LED でもいいかなと思うんですけど、リビングとかね、長く過ごすところは、できれば蛍光灯、おすすめしたいなと、思います。蛍光灯の話でした。じゃあ、ちょっとですね、書き込みいただいておりますので、読ませていただきます。早いか？いいかな？ないか。奈良千葉さん、おはようございます。いや、お久しぶりです。島悦子さん、おはようございます。奈良千葉さん、ハッピーバースデーでした。今年はサプライズありましたね。ありがとうございます。お恥ずかしい限りです。シェアリングするのはちょっと恥ずかしかったですね。マキさん、おはようございます。石井陽子さん、おはようございます。生放送視聴は久しぶりです。ああ、どうも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 。いいですね。この掲示板というかね、このチャット欄で参加し、視聴者同士での会話があるって僕結構好きですね。この緩い感じが。そう。グラノーラ用意忘れ。口に合ったんだけどね。しおんいつこさん。名古屋に来たなら香味ソース。たこ焼きにも香味ソース。名古屋にね、美味しいたこ焼き屋があるんですよ。後で紹介します。レモンさん、おはようございます。よろしくお願いします。しおんいつこさん。名古屋に来たなら、つけて味噌、かけて味噌。名古屋といえば、何でも味噌かけるというふうに思われてると思うんですが、実際はそうでもないかな。まあ確かにね、つけて味噌、かけて味噌は大概、家庭の冷蔵庫の中に入っているとは思うんですけども、ちなみにうちには入ってませんが、うちも味噌はよく使います。塩悦子さん。ジャムを手作りしていた時期があります。リンゴ、いちごもリンゴも作りましたが、バレンシアオレンジ3個と、ピンクグレープフルーツ1個と、レモン1個と、きび糖で作りました。ああ、美味しそうですね。柑橘系はね、ほんと爽やかで、僕も大好きですね。レモンさん。あ、柑橘系ですね。以前の放送を見せていただいたのですが、その時に、ふんどしがおすすめとお話ししていらっしゃいましたが、どのような効用があるのか教えていただけると嬉しいです。私も1ヶ月前くらいからふんどしパンツを履き始めました。とても楽で気に入っていますが、小橋屋さんの感想をお聞きしたいです。そうですか。うちもですね、小橋屋オリジナルの宇宙ふんどしっていうのを作ってるんですけど、実はホームページから買えるようにはなってるんですけど、在庫をまだちゃんと変えてなくてですね、本当は在庫あるんですけど、そういう表示をちゃんと、もう、なかなか手が回りきってないんですけど、ふんどしは僕も、どうだろう、これ3年ぐらい履いてんのかな。もう、これ以外考えられないぐらいじゃないですね、もうこれ以外履きません。初めてそのふんどしを履いた日から、一度も他のパンツ履いていません。パンツは他にあるんですよ。一応ね、捨てていないものもいくらかあるんですけど、本当ね、体が楽だったもんですから、軽くてね。まずゴムが体にまとわりついていないっていうことが、とても重要なんだと思うんですけども、免疫力を阻害しないんですね。で、免疫力がちゃんと、発動している状態っていうのは、例えば疲れの回復だとかですね、免疫力で、体をですね、状態を、より良くしていくようなことを、妨げないわけですから、単純に体調がいいです。軽くてね。そんなとこかな。ずっとこれからも吐くと思います。
僕ね、決めたらそのまんま、永遠に遂行し続ける方なんですけども、単純な人間なので、ふんどし、ぜひぜひ、啓蒙していきましょう、レモンさん、一緒にね。だってそれで楽なんだもんね。今までね、何を入ってたんだっていうふうに思うぐらい僕にとってはね、革新的でしたね。もうこれハイテク技術かっていうぐらい、まあ超ローテクなんですけども。ふんどし、おすすめしたいです。ね、名古屋ではね、定期的に講演だとか、ね、ワークショップをやっているんですけども、まあまあ、地場なもんですから、そこでね、ふんどしの話たまにするんですよ。で、長く来ていただいているその常連さんだとかがね、たくさんいるんですけども、意外にね、まだ履いてないの?みたいな感じで突っ込むんですけど、分かってはいるけど、なかなかね、一歩を踏み出すことができないのが、このふんどしだなっていうふうに感じてます。例えばね、食生活だとかね、こういったものはちょっと気をつけましょうとかね、例えば、アミノ酸等って入っているものはちょっと控えて、肉もちょっと減らしてとかね、なんかそんな話は、まあ、わりかし通用しやすいんですけど、ふんどし分かっちゃいるけど、なかなかね、手を出しづらいっていうふうに、感じる方が多いような気がします。だからよくぞ手を出していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。宇宙ふんどしね、在庫はあるんですけど、いい加減ね、ウェブにちゃんと載せますので。ほんとね、やること増やしすぎだな。回ってません。ということで。じゃあ、塩悦子さん。手作りしたさっきのジャムをルイボスオレンジハーブティーやローズヒップティーに入れて、ロシアンハーブティーにして飲むんです。北欧のお姫様みたいにティータイムでした。はあ、素敵ですね。ロシアンハーブティーっていうんだ。いいね。なんか北欧のお姫様みたいな、こう気分になれるって。いいな。贅沢ですね。自分で作って乗せるなんてね。ララチマさん、ふんどしめんどくさいって。めんどくさい。まあ確かにね、ちょっとめんどくさいかなと思いますね。だけど、なんかね、理にかなった感じ。あれがね、僕は気持ちがいいんだけどな。この間のうちのふんどしを買ってくれたね、東京のお客さんで、シンガーソングライターの王ちゃんがですね、僕の、うちから買ってくれた宇宙ふんどしをバシッとこう、まあ、裸でですよね。もうほぼ裸でふんどしを履いた姿を Facebook に上げてたんですね。なかなかかっこよくて。腹筋も割れてたしね。ふんどしってやっぱり客観的に見てもなんか男らしいななんて、思いました。まあ、女性もね、いいと思いますよ。まあ、僕ね、華奢なんで、胸板薄くて、あんまり脱いでもかっこよくないんですけど。塩悦子さん。あ、ラジオさん、腰巻き?腰巻きってなんだ?まあでも、ゴムじゃなければね。体は楽だと思います。ほんとね、ゴムのズボンも履かなくなったんですよね。塩悦子さん、もともと女性は下着をつけなかったそうですものね。月のものの時は違うけど、腰巻きしかしてなかったんですよね。だから、昭和初期にスカートが流行した時、女性は腰巻きしかしていなくて、どこかのデパートが火事になった時に、屋上に避難した女性たちは下のマットに飛び降りることが、ことを恥ずかしがって飛び降りなくて亡くなってしまったそうです。
あ、僕もこれ聞いたことあるな。これ、なんか小学校の時に先生から聞いた覚えがありますね。まあ、それから流行り出したんですかね。いわゆる、ズロース。パンツかな。パンティーかな。徹子さん。そんな写真が Facebook のニュースフィードに現れたら目のやり場に困ります。見てはいけないとさっさとスクロールしてしまいます。まあ、いいねしなければ いいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、とりあえずスタートしました。ココシャルチャンネル。じゃないや。自然体で行こうかな。一応なんて言うんだろう。質問だとかですね、投げかけでも、何でもお気軽に書き込んでください。書き込みしていただいた方が、なんとなく間が持ちます。まあ、無理に間を持たせなくてもずっと喋ってるんですけども。よろしくお願いします。さあ。何しゃべる？髪の毛切りました。気づきました？あ、気づかない？ これでも切ったんですけど、2、3センチは切ったんじゃないかなと、思います。パーマもかけ直しました。さあちゃん、コピー機ついてる？まあいいか。パーマは、ちょっと皮膚に負担がね、ありそうな薬剤でもあるもんですから、僕は B1 システムを採用している、お店でずっとやってます。そのパーマはね、あれなんですよ。熱を加えない。水を、まあそういうちょっとね、特殊なお水があるんですけど、それを混ぜてやっちゃうんですけど、水で倍ぐらいに薄めてるのに、ちゃんとかかるんですね。で、そのお店は臭くない。溶剤だとかね、いろんな、化学物質をたくさん使うのが、美容院だと思うんですけども、全然臭くないしですね、かけた日から全然疲れてないし、とても、体が楽なんですけども、デトックスにもなってね。そういうお店が、名古屋の守山区にあって、うちからね、2時間ぐらいかかるんですよ。なかなかそこまで行くのが億劫でね。まあ、いい加減行かなあかんなと思ってですね、誕生月30%オフになるというハガキが来たもんですから行ってきましたけども。B1 システムを採用している美容院って少ないんですね。なかなかなくてですね、小さなお店が多くて、あまり情報も 得られないんですね。でも、行くと本当わかるんですけど、楽なんですよ。本当楽なんですね。体が軽い。ちょっとした覚醒体験ですね。下地処理で頭に水をたくさん入れるんですけど、それがね、ほんとこう、起きていられないですね。こう、なんかどっか違うとこ行きますね。そんなお店で僕はパーマかけてます。本当はね、ここのすぐ隣町で大野町にね、平和堂っていうスーパーがあるんですよ。その平和堂の中に、実は B1 システムを採用している美容院があるんですよ。それは知ってるんですけども、どうも見ていて客層を見てるとね、おばあちゃんが多くて、ちょっと行くの心配だなと思ってね。さすがにね、おばあちゃんのカットばっかやってる人が、ね、この若者のカット、まあ若者というにはもう43になりましたけども、僕の要望にちゃんと対応できるんだろうかって思うとね、勇気がなくてそこはまだ行っていません。
まあね、そんな頻繁に行くものじゃないから頑張って2時間かければいいんだけど、僕は名古屋の守山区の癒しの手という、お店でやってます。B1 システムの中ではね、取り扱っているお店の中ではもう老舗中の老舗じゃないかな。一番古株かな。もっとね、丁寧にちゃんと、基本通りの、やり方で、やってくれるので、もっとね、体が喜ぶと思いますので。皆さんもぜひ B1 システムのお店を近所で探してください。毛染めをされる方なんか特にね、一度、楽な、疲れない毛染めを体験していただきたいですね。ちょっと書き込みが増えましたね。ありがとうございます。塩光子さん。ああ、そうか。ズロースの時代でしたね。グレタ・ガルボさん？誰だろう。そうそう、ズロースってもう今言わないんだと思うんですけどね。そういえばじいさんはふんどしだったかな。ああ、ララチバさんのおじいさんふんどし？僕もね、ふんどしで、スーパー銭湯とかああいうとこ行くとね、たまーにローカルなとこ行くと、話しかけられますね。年配の方に、おじいさんにね。おお、若いの、ふんどしか。いいな。わしも昔はふんどしだったぞ。っていうふうに、話しかけられることは何度かありました。僕は答えるんですけどね。いやいやいや、それは日本人ですから、ふんどしですよ。ってね、なんかね、堂々と言ってのけるんですけども。そのやりとりも慣れました。最初はちょっとね、見られるの恥ずかしかったんだけどね。ようこさん、質問です。この3月26日に男の子を出産予定です。わお、そうなんだ。もう目の前じゃん。今日何日？ 23？ 22？ 23？ ドキドキしますね。だってもう目の前だよ。コバシャールさんのお家はお子さんのワクチン接種は受けなかったとのことを以前お聞きしたような気がします。ワクチン、幼児期に様々な種類のものが推奨されていますが、受けるかどうか目下勉強中です。小林家では破傷風などの予防接種も拒否されたのでしょうか。うちは何も受けてません。拒否というよりね、受けないだけですよ。受けない、受けない。うちは受けないんです。受けないというと、まあそのね、医療関係の方から、なんか嫌われそうなんですけど、でもね、実際に効果は認められないっていうふうなこう発表をですね、厚生労働省も公式の、文章で発表しているんですね。で、それは WHO みたいな大きな機関もそうだし、ただそれがね、現場でビジネスとして、ずっとね、続けているということを、続けられているということを、まあ、特にね、禁止していないだけの話でですね、まあ、もちろんね、効果があるのかもしれないよ。効果があるのかもしれないけど、でも基本的にね、インフルエンザのワクチンでもそうだけど、インフルエンザにちょびっとするわけでしょ？かかる前にかけとけって話じゃないですか。で、そしたら免疫力それに対して作れるかもしれないっていうふうなことを狙ってるんだと思うんですけど、まあ、僕は受けないかな。子供にも受けさせない。受けさせなきゃ、うちの大学は入りませんみたいなね、そういうふざけた大学もあるようなんですけども、そういうとこなら行かせない。かな。だって何入ってるか分かんないもんね。劇薬ですよ。つまり毒ですよ。毒だということをちゃんと彼らも認めてますけども、それこそ子宮頸がんワクチンなんてものはですね、サーバリックスという会社が作った、動物を去勢するための成分が、堂々と入っています。まあ、
詳しい勉強もね、もちろん必要なのかもしれないんだけど、まずね、ワクチンに関して言えば、まあ、受けないものは受けないってことをあっさり決めておく方が、四の五の文句言われない。まあ、もちろんね、まあ、母方じゃない、妻のね、両親とかね、多少、まあ、それに対して反対意見をね、の立場を取るような人もいたんですけど、まあでも僕は基本的にその話を、はなから聞く気がないんですね。聞く気がないというかね、僕決めたことをただ遂行するので、あいつに何を言っても多分無駄だろうっていうふうに思われてるのかな。まあ何を言ってもね、淡々とそれに対して、資料それで返すもんですから、まあそれで納得したのかな。まあ、僕のブログがね、もう地球人の言うことは聞かないっていうタイトルなんですけども、はい。僕は受けさせないということを選択するかな。僕の、近い友達なんかにも、産むんだったらもちろん予防接種受けないよねって、僕は言う方です。はい。1時間でも2時間でも喋り続けますね。うん、仲のいい方だったらね。正気？正気なの？ 今そもそも、こうやって僕と君がね、これから生まれてくる子供のためにこういう話をしているという時点で、その子供が、ね、君にこういう場を作ったんじゃないのかと、みたいなことを延々と言うんですけども、はい、結構鬱陶しいと思います。でもね、大事だと思うんですよね。トランプさんが、なんか、言ってますよ。公式のね、その大統領令を使ったわけじゃないのかな。なんだっけ。あれなんだっけ。で、ADHD？ じゃない。精神的なさ、ちょっとバランスを欠いた状態の症状の、なんていうんだったっけ。なんとか、なんとか。忘れちゃった。誰か教えて。なんとかなんとかですよ。精神的なね。あれ、ほんと出てこない。まあ、ADHD のような、のようなったらいかんのかな。そういったものの原因となる予防接種を、やめさせるみたいなね。声明を出してるのかな。トランプさんがね、どっかでね、その予防接種もそうだし、いろんな、まあ、実際に効果があるのがよくわかんないようなことでもって、僕たちは上手にコントロールされてきたのかなと、いうふうに思います。だって実際にね、子宮頸がん、あんだけね、その芸能人も使って、推奨して、啓蒙して、打たせてきたけど、自治体によってはね、もう半強制ですよ。もう女子中学生その件か全員打ちましたみたいな、そういう件もあったんですけども、でも実際に、生理が止まったりとかね、いろんなことあるんですよ。半年間もすごい大量のね、その生理の時に大量の血が出るようになったとか、体調がすごく悪いとかですね、もうしびれが残ったり、障害が残ってしまったというふうな例があるんです。で、そんだけね、いい加減なそのものを、ちゃんと調べることなく、その当たり前に、打てって言われたから打たせてたみたいなことがまかり通っているのがこの世の中だなっていうふうに思うと、ちょっとね、自己防衛が必要なのかなと。当たり前にテレビで流されていることが全て真実ではないなっていうことが分かっているから、この番組多分見てると思うんですけどね。僕は打たせないです。何も打ってません。子供には。上の子はね、ちょっと打ったかな。まだそういうこと知らなかったもんですから、最初のね、うちに、1、2本は打ったんじゃないかなと思いますね。1、2種類はね。打たない。フッ素も使わせないです。まあまあ、不安だったら、よかったら電話ください。これはね、僕はちゃんと、打たせない。
ということを遂行したい。まあでもね、結局は僕がね、打たない方がいいよって言ったところで、自己責任なんですよ。ね、打たなければ絶対大丈夫ですというふうに僕は言うことはないですけども。ね。うん。塩悦子さん、血液中の脂肪値の関係で無脂肪乳を飲んでいるのですが、製造はどこか見たら東京になっていて、どこの牧場で生産されたのか分からなくて、放射能汚染したものを食べさせられているのかなと思いました。ああ、でもそうやってね、加工する類のものは、まあ、あんまり期待できないですね、産地いい状態で育てているかっていうことは。うん、まあ、とりあえずそのね、牛乳の手を取っていればいいのかなっていうふうなことを多分メーカーとしては考えるだろうなと思いますね。はい。なんかみんないっぱい書くね。はい、ありがとうございます。ちょっとね、話それるんですけど、書いてくれてありがとう。悦子さん、違うんだ。うつ病でも、躁うつ病でもないの。違うの。それ以外。それ以外を挙げてください。すみません。まあ、ちょっとね、宣伝っぽくなってしまって申し訳ないんですけども、うち EMO、まあ、主には妻が取り扱ってるんですね。この世界に微生物が足りなくなったら、まともな世界は維持できないっていうふうな、ことが言えると思うんですが、どうしても、殺菌滅菌ブームでですね、そういった、この世の中に住んでいた善玉環境を維持している菌が、だいぶ枯渇してきたはずなんですね。で、それは僕たちの体の中もそう、同じで、酸化防止剤だとか、いろんなその保存料が入った食べ物、つまりそれはですね、保存料という名の菌が発生しない殺菌剤なんですね。殺菌剤を入れとけばその食べ物は腐らないものですから、いわゆる、保存料を入れるんです。そういった食べ物がたくさん売られています。それをたくさん食べるということは、体の中の菌を同時に死滅させる方向に、向かいますので、それは、ね、単純にあまり、好ましいことではないだろうな。だからまあ手作りなものが安心だよっていうふうなことだと思うんですけども、その EMO を取り扱っていてですね、まあ、前回もちょっと紹介したんですけど、まあ、後ろにね、一応飾りで置いときましたけど、EMX ゴールドという、飲み物がありまして、それは何だっけ、微生物たちが作った抽出物、栄養素みたいなものなんですね。ちょっと持ってこれ、前回ちょっと紹介したら、結構注文いただきまして、ありがとうございます。こんなものがですね、ちなみに妻の、父、お父さんがですね、癌だったんですけど、これ飲ませてたら、医者に、もう死にそうな状態だったんですけど、医者に行ったらね、なんか癌がなくなっちゃってますみたいな話で、死ななかったんですけど、元気になっちゃいましたね。もうすごい今元気になっちゃって。困るぐらい元気なんですけど、このね、これを、ちょっと特殊な方法でね、まあ、水熱化学という技術で、プラスチックに混ぜたものがあるんですよ。ちょっと前置き長くなってすいません。そのね、プラスチックに混ぜたものが、そのプラスチックで作ったボトルというか、こういうピッチャーがあるんですけど、これに放射能汚染された、牛乳を入れて48時間後に計測したらですね、放射能が、検出されなくなりました。もう完全ゼロではないと思いますよ。うん。で、その計測をしたのが、日本で一番有名な大学なんですけども、まあ大学としてですね、その理由が、説明がつかなかったもんですから、大学名は出してくれるなということになったんですけども、でもなんとその実験を行っても、そうなるようです。
だからちょっとね、僕らの認知を超えたところで、微生物っていうのはね、働きを行っているんだろうな、というふうに、思います。元素転換が普通にね、生物学の世界では起きてしまうということを言われるんですけども、はい、よかったら、これ3000ぐらい。すみません、宣伝しました。はい、こういった類のね、商品がちょっとあったものですから、ちょうどね、牛乳の話だったので、確かにね、食べ物が、どこで生産されているかっていうのは、ちょっと気をつけたいなっていうふうには、正直なところ思いますね。特に激安のファーストフード店に並んで出てくるご飯だとかね、そういったもん、まあその食材も、まああんまり期待できないなという気がしますね。レモンさん、私も2歳の子供がおりまして、何種か予防接種を受けさせてしまいました。最近予防接種の怖さを知り、今後はどうしていこうと悩み中です。日本脳炎とかどうしよう。あと、フッ素塗布とかも迷っています。おばしゃるさん、ご意見をお聞きしたいです。これね、多分僕、予防接種だとかについての話をね、しているのが多分2回ぐらい前のスピッティービーだと思うんですけども、それよかったらご覧いただけたらなと思うんですけども、結構それについて喋ってます。はい。でもまあ、まあ、打たないから大丈夫っていうふうに完全に言い切りたくはないなと思うんですね。打たなくてもやっぱり世の中の食べ物が、やっぱり、昔の食べ物ね、その例えば野菜もそうですけど、そういったものと比べると、あんまり、ね、自力があるようなものではないだろうなと思うと、やっぱり体の中の、微生物の環境も整えていきながら、でないとなと思います。僕はそれに EM を活用していきたいなと思うし、まあ、もちろん万能酵母でもいいだろうし、まあ、昔ながらの味噌、醤油とかね、そういったものを作って生活するとかいうことも大事かなと思いますね。そう、悦子さん、違うんだ。何て言うんだったかな、本当忘れちゃったよ。レモンさん、質問ばかりでごめんなさい。私はチーズが大好きでやめられなかったのですが、乳製品には微量の麻薬物質が入っているという記事をさっき読み、怖くなり食べれなくなりました。でも味が大好きだったのでとても悲しいです。小柱さんは乳製品についてどのように考えていますか？乳製品は取ってません。チーズ多分美味しいんだと思うんですけどね。豆乳だとかね、豆腐だとかを使ったチーズっぽいものって作れますよ。麹を使ってんのかな？ちょっと作り方よくわかんないですけど、豆腐、麹、チーズで調べれば多分出てくると思うんですけども、結構おいし、なんかそんならしい感じですよ。昨日ね、名古屋に仕事に行って、で、カルナーっていうお店が、ちょうどその、お客さんと会う場所で近くにあったんですよ。カルナーっていうのは、大豆ミート、皆さん知ってますかね？肉のような食感の、そういう食材があるんですよ。大豆で作ったね。その大豆ミートのメーカーさんがお店出している場所がちょうど名古屋にあったもんですから、そこでお弁当を買ったんですけど、その中に入ってるね、ハムもどき。もう本当わかんなかったですよ。うわ、食べてね、まあ、カルナで買った弁当だから大丈夫だろうと思って普通に、食べたんですけど、あまりにハムっぽいもんだから、見た目もハムなんですよ。あまりにハムっぽいもんだから、うわ、やばい、僕、肉食べない主義なのに、ハム食っちまったってね、ちょっとショックだったぐらい似てました。そういったもの、そんな高くなかったしね。代用していってはどうかなと思います。麻薬物質か。まあ、いろんな成分はね、確かにあるとは思うんですけどね。そうだね。ピザとか美味しいよね。チーズか。僕もよく食べたけどね。でも
牛乳、ちなみに子供も牛乳飲ませてないんですけど、学校でも飲ませてません。で、そのね、理由を書けみたいな、そういう提出書類を渡されたんですよ。なんか返したのかな？そこに何て書いたのかな？牛乳アレルギーですっていうふうに書くのはもうやめまして、それを書くとまたね、なんか診断書持ってこいとかって現場の判断で勝手に言い出すもんですから、何て書いたんだろう。まあ、肉も避けてるんですよ、給食でね。方針だから、だったかな。まあ、強気なもんですよ。なんか文句おありですかみたいな感じで、尽きるんですけど。さえちゃん、さえちゃん、お茶ちょうだい。まあ、僕の話で、ね、どうしてもこういう方向に寄っちゃうんですよね。ごめんなさい。ヒロさん、ADHD 注意欠如、多動性障害。ああ、そうやって言うんだ。ね、ADHD じゃないんだよね。なんだったかな。忘れちゃった。まあでも、思い出したら誰か書いてください。はい。ようこさん、ありがとうございます。悦子さん、転換じゃないの。子宮頸がんと痙攣は引っかかりました。そう、ララチマさん、そう、自閉症だ。自閉症、自閉症。それそれ、トランプさんそうやって言ったんだよ。自閉症の原因となるワクチンをやめさせるみたいなね、発言をしています。まあ確かにね、国民からね、力を奪うことで成り立ちやすい、支配される側の関係っていうのももちろんあると思うんですけど、自国の国民がですね、あんまり不健康にしたまんまでは、そもそも諸外国とね、競い合うような、そういう国力がもうなくなるだろうっていうふうな判断なんだと思うんですけどね。トランプさんがこれからね、これからどういう政策でどういうふうな方向に向かっていくのかわかんないですけど、でもとりあえず、国力をね、ちゃんと、当たり前に、上げていこうというふうな動きをしていらっしゃるんじゃないかなというふうには思いますね。それにはね、まず国民が健康であることですよ。エスコさん、ありがとうございます。エスコさん、チーズ大好き。今はキューピーのバジル&チーズのドレッシングをたっぷりかけてキャベツを食べています。脳内で麻薬物質を出すくらいなのだから、微量の麻薬物質なんて気にしない。まあそうですね。そこに入ってる微量の麻薬物質よりも、脳内でね、まあ美味しいっていうふうに出た、ホルモンの方が、随分量が多いでしょうね。美味しいものがいいですよ。悦子さんはアファメーション。私は何でも美味しく食べて健康でいられます。って設定します。そんな感じでいきましょう。レモンさん、小林さんありがとうございます。すごく参考になりました。ありがとうございます。そうそう。でね、お茶が欲しいな。そうそう。ちょうど1時間か。おとといね、2日前ですね。おとといに、ちょっと、ある決断をしまして。決断っていうのはですね、まあ、いいかなと思って。というのは、そういえば僕、この
小橋、スピ TV であんまりバシャルの話しないですね。小橋シャルっていうあだ名でやっていながらやってないな。まあでもみんな知ってるでしょう。いいんじゃない。ワクワクすることやってりゃいいんじゃない。いい加減な、話で済ませたいんですけども。確かにね、宇宙的なその価値観というものを大事にして生きているんですよ。一応これでも、いわゆる、更新をしてですね、彼らの指示を、一応受けて、やってるんですけども、ちょっとね、今日は、やっぱりこの世界って、リアルに体験する世界だもんですから、確かに目の前の世界は現実ではなくて、幻想みたいなものだと思うんですよ。だけど、その幻想というメカニズムをこうやってリアルに体験する仕組みが目の前にある以上ですね、その、幻想的な世界を、きちっとね、地に足つけて体験をする、生きていく必要性があるだろうなっていうふうな思いから、ちょっとお話をしたいなと思うんですけども、僕、その妻も、我が家はですね、いわゆる健康オタク的な感じなんです。まず最初に白砂糖を取らなくなりました。それはね、だいぶ前でね、25、6歳かな。当時、知り合った、年上の男性がですね、教えてくれたんですね。マッカーサーが、ね、ばらまいた白砂糖を取らないことだと。みたいなね。味覚を麻痺させる。味覚が麻痺するっていうんですね。で、脳の力が落ちて、そこで、テレビの洗脳を受けるんだと。みたいなことを、こう、聞いてですね、僕は僕の意思でこの人生歩んでいきたい。マッカーサーの言いなりにはなりたくないんだというふうなコンセプトのもとですね、まず、やめたのが、極力避けるようにしたのがですね、白砂糖ですね。そうしたら、いろんな情報が得られるようになってですね、やっぱりオーガニックなものだとか、そういったものを、選択するようになりました。で、その過程で、肉やめたんですね。いいかなと思って。肉食べた後、ね、おなら臭いし。肉やめたんですよ。肉というのは、豚、牛、鶏、を食べました。お茶が来ました。すいません。肉やめたんですね。で、あと、添加物の類は、極力取らないように気をつけてます。アミノ酸等というふうに裏に書いてあるものは極力避けていますし、その辺のね、健康オタクの人たちと同じような感じなんですね。で、ジャンルで言うとですね、うちではね、魚も食べないもんですから、動物性のものを食べないんですよ。だからビーガンっていう、くくりなんだろうなと。ビーガン。菜食主義ですね。で、を選択していました。で、おとといね、僕普段どうやって伝えてたかというと、そもそもね、肉を食べないっていうのは、別にね、肉を食べてる人たちを否定したいと思ってるわけじゃないですよ。ただ意外と僕もね、肉大好きだったんだけど、食べなくっても、こんなに平気なんだなってことが逆に驚きで、で、卵も肉もやめたらね、この特に秋から冬にかけて、体に、特にね、下半身にこうボロが出てたんですよ。そういったものも、とんとなくなっちゃったし、体調もいいし、体軽いし、骨別に丈夫だし、ね、調べてもね。別にそんなものいらなかったんだと
いうふうに、まあ僕は僕の体でね、まあ、体感しているところがあるんですけども、まあ、こういう宇宙のことをやってるとですね、アミ、小さな宇宙人アミっていうふうな、そういう名前のこう本があるんですけども、その中でアミがね、伝えていることの中にも、まあ、彩色を進めているような、そういう、くだりが結構たくさん出てくるんですね。まあ僕はアミも好きだし、バシャールも好きなもんですから、まあそのままシンプルにそれを啓蒙する側であれば、その生き方を実践していった方が、なんか伝えるときも楽だなと思って、シンプルだしね。でも今までね、ちょっとね、中途半端だったんですよ。というのは、うちではね、全く食べないですよ。魚の類ね。買っても来ないし、冷蔵庫にもないんだけど、肉もらってもね、あげちゃうもんね。まあ、肉もらうことって、まあ、稀にあったりするんですけど。でも、外食で、その完全菜食を選択するって、なかなか難しかったもんですから、まあ、外食の時は、魚ぐらいは、まあ、出てきたら OK にしようかなっていうふうに、してたんです。まあ、それぐらい OK にした方が、お付き合いしやすいなっていうのがあったもんですから。でも、僕なかなか嘘がつけないもんですから、小柱さん肉食べないんですかとかいろいろ聞かれるんですよ。で、僕もこう、そういうことを伝えているもんですから、まあ基本的にビーガンです。うちでは食べません。だけど、外では、まあ出されたもの、魚ぐらいは、いただいてます。っていうふうに伝えていたんですね。でもいい加減それが面倒になって。その余計だなと思ってね、その文字数が。魚もやめました。もうやめた方がもうなんかすっきりいくな。あ、ビーガンです。ビーガンですっていうふうに言うだけで済むから、その今まで余分だったね、外では魚ぐらいはね、出てきたらいただきますというふうな文字を省きたくて。魚もやめました。僕ね、やめたって言ったらもうこれやめたことなので、揺らぎがない人間なので、もう食べません。なんです。そんな発表。でね、これなんでそういうふうな思いになったかというと、前々からね、考えていたんですよ。あ、そうそう、ちょっとね、ちょっと話をすると、お肉ね、お肉、まあ別にね、全員菜食になってくれと思ってるわけじゃないんですよ。だけど、お肉を食べる量がちょっと減るだけで、全世界の飢えてる人たちに食べ物が行き渡る計算になるんです。それはね、1割で十分って言ってました。1割減るだけで。つまり、そのお肉を、食べれるまで育てるために、与えているその穀物、餌ですね。餌を育てるために必要な耕作面積が、直接その穀物を食べるために使われるわけですから、全世界の人たちが1割肉を食べる量を減らすだけで、飢えはなくなるというふうに、バシャールが言ってました。ということは、まあね、ゼロにしろとまでは言わなくても、ちょっとお肉をね、あまり、大量に食べる生活じゃなくなるということは、食べれずに、ね、苦しんでる人たちに、ちょっと、そのエネルギーが、その分届くんじゃないかなというふうに思うんですけども、畜産がですね、発生させるメタンガスだとかもね、その環境汚染の、原因でもあるとか、いろんなことを言われてますけども、まあちょっとね、もともとそんな大量のね、お肉を食べてる、民族でもないですしね。抑えていってはどうかなということを僕は伝えることをしているので、まあ、バシャールも言うしね。アミも言うので。僕はその代弁者だというふうに、そういう役目を負ったというふうに言うんであれば、まあ、それぐらい、サクッと
シンプルに表現できた方が楽だなと思って。はい、だから僕は、正式に動物性のものを、まあ、家でも外でも食べない。はい。という、まあ僕の中ではね、ちょっと大きな宣言だったんですね。これによってね、一昨日から気づいたことがあるんです。めんどくさい。まず食べるものがないということは、誰かと一緒に食べるときにそれをあらかじめ伝えておく必要性もあったりするし、それを決めた一昨日の夜で、次の日から早速、給食もね、妻が、子供に食べさせないようにすぐやりだしたんですけども、子供も全然へっちゃらなんですよ、うちね。もともとそういうふうな食生活だもんだから、そんなこと言って、パパこそ、魚なしで生きて大丈夫なのなんてね、子供に揶揄されるような、家なんですけども、はい。子供はあっさりとしたもんです。で、これは前々からね、こういうふうにした方が、まあ結局表現するときに楽だなっていうふうに思ってたんですよ。でもなかなかね、外でね、地方で講演を依頼されて行ったりすると、美味しいものとかでね、そういうとこ連れてっていただくもんですから、特にね、北海道とかね、その徳島とか美味しいところがあるんですよ。お魚ね。そういうところはね、いや、美味しいなと思っていただいてたんですけども、まあ、それも ね、行けなくなるなっていうのが、ちょっと寂しいなっていうことはあるんですけど、だけど、そういうふうな思いに駆り立てられたのは、YouTube でね、ビーガン男子っていう、発信されてる方がいるんですよ。ダンテさんっていう、まあ、その沖縄に住んでいらっしゃる、アメリカ人なのかな。もうビーガンなんですよ。もうずっと10年近くビーガンなのかな、あの人は。なのにね、ムッキムキなの。もうすごいもう肉体でね。で、彼の番組、チャンネル見たら面白くて、で、この爽やかにそれを伝えてるのね。で、それがまたなんか魅力的だったし、で、あとはね、名前忘れちゃったな、ちょっと。若い女の子が、発信してるやつがあったの。ビーガンの番組でね。それが、本当こう、胸に響いちゃったね。いや、彼らを、一人にはしておけないみたいなね。まあ、一人じゃないと思いますよ。僕もね、真摯に、その方向性を僕が、伝えるんであれば、まあ、僕はもう一度シンプルな方が、彼らを助ける動きにもなるなと、なんてことを思いまして。はい。まあ、中途半端な 状態はやめようというふうに決めました。ということで、そうそう、さっきた、あの、冒頭さ、たこ焼きの話が出たでしょう。で、僕ね、たこ焼きが好きなんですよ。名古屋にはね、その名古屋の話出てたけど、瑞穂という場所にね、たこ焼き三丁目っていうとってもね、美味しい名店があるんですね。そこに普段買いに行っても、いきなり行ってもまずすぐ買えない。予約がいっぱい入っていて。だから、そこに到着するよりも前に、あらかじめ予約してから行くんですけど、何個注文しますとかでね、行って買うところがあるんですよ。醤油味でね、美味しいんですよ。で、ふっと、昨日気づいたんですね。宣言したって決めたから、たこ焼き食べれないじゃんと思ってね。食べれないって別に食べればいいことなんですけど、僕決めたらそのまま遂行しなきゃ気が済まない方なので、僕たこ焼きも食べれないんだと思って、ちょっとね、プチショックで、決めた後にショックだったんですけど、で、昨日、三丁目、たこ焼き屋さんに電話して、たこ焼き10個注文しまして、で、買いに行ったんですね。その時の注文の仕方、たこ抜きでお願いします、とかでね。たこ抜きのたこ焼きですから、もう、たこがないので焼きなんですけども。たこ焼き三丁目ね。皆さんよかったらね、名古屋に行った時に行ってください。ここは美味しいよ。ほんとね、繁盛してます。もうひたすらお客さんが来てる。いや
ついにたこ焼き三丁目のたこ焼き。これタコが入ってません。タコ抜きにしたらね、結構安くしてくれたの。これ10個入りで500円なんですよ。本当はね。それがタコなしだからね、まあ300円でいいやとかね。200円はちょっと安くしすぎだろうと思ったんですけど、まあありがたく300円でいただいてきましたけども。はい。ちゃんとね、そのスタンプカードも押してくれたよ。たこ焼き三丁目でタコ抜きのタコ買えとは言わないですけども。はい。ぜひ。一回言ってください。美味しいですよ。いやー、ついにたこ焼きも僕は食べない人間になっちまった。まあ、すっきりしたもんですよ。でね、まあ、いろいろね、議論あると思うんですよ。肉は食べた方がいいとかね。まあ、これが正義だというふうにこう完全に言い切ることは確かにできないと思うし、でも僕の中ではね、若干このね、たこ焼きを食べれないということに対して、少しストレスを感じたの。うわぁ、たこ焼きも食べないんだ僕って感じですよね。そのストレスを自分に与えることってどうなんだろうっていうふうな、考え方があると思うんですけど、僕、そういうストレスあっていいなってちょっと思ったんです、昨日ね。というのは、うちにはね、テレビがないんですよ。テレビを買うお金がなくてですね、ということない。そんなことない。テレビがないんです。ハイビジョンに、地上波？ハイビジョンになった？なんだっけ？放送の仕組みが変わったでしょう。まあ、伸ばせが多いね。その時からもうテレビもうなしでいいやと思ってないんですよ。テレビがないと、子供かわいそうじゃないですかとかって、言われる時があるんです。学校の話題で、ね、学校で友達の話題についていけないだろうとかという人もいるし、でも全然そんなことないしね。平気なんだけど、テレビがないことで、うちの子供たちに見てて思うんですけど、テレビに楽しませてもらうというふうな、日常、そういう状態の時間がないんですね。だから、自分から楽しまなきゃなということになりますよね。それがないから、まあ確かにね、テレビ好きなんですよ。実家に行ってテレビがついてれば、子供たちもね、ずっとそれ見ちゃうし、でもそのテレビに楽しませてもらう日常がないがゆえにですね、自分で楽しんでいこうと。何かしらね、こう、例えばちょっとした箱でも瓶でもあれば、それを使っておままごとがすぐ始まるもんですから、なきゃないでちゃんと、その意識というのはね、こう進化して成長してそれに順応していくんだろうなというふうに、見て取れていたもんですから。だから、たこ焼き食べていなくても、その分、僕の精神がね、そんなもの必要のない域まで成長していけば、こと足りるなというふうに思いましてですね。そのわずかなストレスをちゃんと自分にね、こう、自分の中で受け止めていきたいなというふうに思います。じゃあちょっとね、書き込みを読み上げていきます。金ピカさん、おはようございます。ASD、自閉症スペクトラムアスペルガー症候群。あ、自閉症、スペクトラムアスペルガー症候群っていうんだ。そうそう、そうなんですよ。ようこさん、少し前までの体内記憶を持つ子供は、お母さんを助けに来たと話す子供が多かったそうですが、最近の子供は地球を救いに来たと話す子が多いそうです。今、お腹に子供がいることで、本当に食べ物や化粧品、洗剤について考えるようになりました。本当に地球を救いに来てくれているんだなぁと実感しています。あ、涙出た。あららら。泣いちゃい泣いちゃい。ね。
でも今ね、そういう情報に触れて、いらっしゃるということは、それはね、その偶然ではないでしょうね。生まれる前の子供のその魂がね、計画することでもあるのかなと思いますね。ハッピーさん、おはようございます。がんに効いたというのに、ケイ素も良いと聞きますが、これも高額ですが、まあこれ多分 EMX ゴールドだね。ゴールドとどちらが良いでしょうか。ケイ素。ケイ素って石の類かな。石の系統ですね。まあどっちもいいじゃないですかね。まあ僕はゴールドが大好きですね。もう本当に好きなんですよ。で、僕は最初わかんなかったんだけど、健康だからね。不健康な人には本当になんか、効果を実感されてるような感じがしますね。僕が、あれは何だっけ、ジンマシンが出た時にはね、聞きましたね。ケーキバイキング思わず、福岡で食べてしまってですね、たくさん食べたら、ジンマシン出たんですけど、その時はもう本当にこう、腸内が汗をかくぐらいデトックスをしたのが実感できましたね。あっという間に治りました。僕はね。EMX ゴールドです。うちの、僕のブログから、リンクが貼ってあるので、そこで購入できますので、よかったら、覗いてください。ゴールドか。あれ、何に落としたっけ？ゴールド。まあ、仕事から個人セッションみたいなことをやるんですよ。まあ、自宅でね。まあ、それこそここでやってますよ。今日ちょっとおかしな、掛け軸になってますけど。自宅でやる場合に意外に多いのかな。女性の方が、まあ、どっちかというと多いかな。個人セッションでね、来ていただく方は。旦那さんの、DV で困っていらっしゃる方って、ちょこちょこ来るんですよ。ちょこちょこ、まあ、たまにいますね。たまにってことね、もうちょっと頻繁か。まあ、その方自身はね、精神性だとか大切にされていてですね、食生活も整えていたりするんですけども、旦那がもう、旦那の DV で大変だと。暴力、言葉の暴力も含めてですね、大変だというふうな、お悩みを打ち明けられた時にですね、聞けば、まず、その旦那さんの食生活が良くないですね。もうお菓子をめちゃめちゃたくさん食べるとかですね、まあ、ファーストフードの類がもう大好きだと、いうふうな場合が多いです。清涼飲料水の類を、ガブ飲みとかですね、いうふうなことが多いもんですから、そういう時に、まあ、その個人セッションだからね、そのあなたが作った世界だよっていう話をもちろんするんですよ。でもまあ、目の前の世界がね、リアルにこう、自分と相手が離れて見えるこの環境で生活している以上はですね、そこもちゃんとね、向き合っていく必要性があるだろうなっていうふうなことで、DV 対策というふうなことを言ったらおかしな話なんですけども、その方に、クライアントさんにね、この EMX ゴールドを、よかったらどうですかというふうに勧めるときがあるんですよ。で、勧めるのは、こっそりこれを旦那にわからないように、味噌汁に入れろと。もう本当にキャップ一杯でいいんだと。あとはお茶とかね、そういったとこにわからない程度に、ちょっとずつ入れろと。いうふうに言って返すんです。それをね、今までね、そうやって、勧めた人結構いるんですけど、これがね、結構効果、後で、ちょっと効果を感じて、まあそういうね、喜びの連絡いただくんですけど、
人間って腸内環境を調べればその方の性格がもう大体わかるんですね。アメリカではそういったことがもう進んでいるもんですから、その腸内環境に応じて、調べればですよ。あ、こういう細菌がこんな効いて、この細菌はこれぐらいいてっていうものを、その便から調べることができそうなんですけども、それで健康な人の便をですね、生成するんだと思うんですけど、移植することで、人間が健康になっちゃうんですね。その情報を持っているのが、その微生物、その配分もそうだと思うんですけど、だということがもう分かってます。ね、その微生物たちの、バランス、その環境ですね、特に腸内の環境を整えることができるものとしては、僕は、いろんな酵素ドリンクも飲みましたし、万能酵母もね、うちにもあるんですけども、僕はこの EM のね、EMX ゴールドが、一番なんかパワフルだなというふうに感じているんですよ。もちろんね、他にもいいものあるとは思うんですけど、これを旦那に分からないように飲ませろと、取らせろというふうに言っとくと、DV が収まりましたとかっていうふうな連絡をね、結構いただくんですよ。全員じゃないですよ。ちょっとでも落ち着いたかなっていうのは、普通に聞きますね。だから、自分はこういう性格なんだというふうに思っている、それも、腸内環境、その腸内のですね、腸の中の微生物のいたずらだったりするのかなと。またそこにね、こう投入されてくる食べ物によっても、腸内の環境、勢力図が変わるはずなんですね。だから、自分はこういうことで今悩んでるなっていうことを考えて、ね、それをシンプルに解決していくっていうものも大事なアプローチだとは思うんですけど、腸内環境を整えてあげることで、自分の精神が意外に安定するものじゃないかなというふうにはちょっと思いますね。結構僕は DV 対策でこれをクライアントさんに勧めてます。でもそれでね、家族が健康だったらいいなと思うんですよ。やっぱりね、微生物が、枯渇する、しやすい世の中ですからね。うちファブリーズなんかもちろん使いませんよ。ファブリーズって固有名詞だしな。しょうがないよね。だって殺菌剤だもんね。いい匂いだと思いますよ。本当は思わないけど。じゃあ次行きます。ララチバさん、そういえば、バシャールの話あんまり聞いたことないね。でも、生き方に見えてるけどね。ありがとう。一応ね、講演をするときは喋るよ。ここで喋らんでもいいでしょう。YouTube 見てると、バシャール、ね、見てるでしょ。悦子さん、糖尿病なので、どうしてもきび砂糖とか、ザラメとか、三温糖とかダメで。ピアゴのスタイル1のノンカロリーのガムシロップか、糖尿病の人向けの低カロリー甘味料のマービー。そんなのあるんだ。そうか。ね、ノンカロリーのものはね、僕あんまりね、どうなのかなっていう気がしますね。甘味料の、合成甘味料だとしたらちょっと心配な気がしますね。うちはね、糖で甘いものになるのは、最近ね、ココナッツのなんか、液体のもの、あと、蜂蜜、メープルシロップ、あとは、EM が出している、その、きび糖があるんですけど、EM 処理された。そういったものかな。あずこさん、どんなに健康オタクでも寿命は変わりませんよね。その寿命はね、その方が決めてきたとは思いますから、それでね、いきなりこう、120歳まで生きるとか、いうふうに変わるものではないとは思うんですけど、でもせっかくね、こういう体いただいているので、乱暴に使うよりかは、大事に使ってですね、ピンピンコロリが目指すところだなと、思います。悦子さん、インドの聖者になると800年とか軽く生きているとか、肉体を持ったままアセンションしちゃうとか聞きますよね。実際、バシャールも言ってますね、その普通に300歳の人間とか、この世の中には、いるよ、みたいなね。そんな人が仮にね、こう、
テレビで出てきちゃったら、それこそ、大問題になっちゃうなと思うんですけども。OK さん、おはようございます。おはようございます。悦子さん、肉大好き。旧約聖書の神様の言葉に、肉が焼ける煙の匂いが私の心を癒すって書いてあります。これ、どう考えても地球人に神として君臨していた肉食の宇宙人だと思います。宇宙型宇宙人かな。アヌンナキ族。面白いね。面白い表現。見解というか。だって、カール・ルイス全盛期ね、ベジタリアンですよ。今、ベジタリアンの格闘家もね、アメリカでは増えてきているようだし、またスタミナがあって強いんですよ、彼らがね。だから、タンパク質どこから取るんだっていうふうに当たり前に言われちゃうんですけど、普通に豆腐から取れますよ。肉よりもたくさん取れますよ。それも効率よくね。でね、大豆、大豆ってね、大豆アレルギーの人はいけないけど、ベジタリアンは結構大豆を上手に活用して、その摂取をしている場合が多いと思うんですけど、大豆ミートだとかね、豆腐だとか、チーズみたいなものも作ることができるし、豆乳とかね。その大豆ってイソフラボンって言ってるのは女性ホルモンに近いような成分が、取れるものですから、あんまり食べてると、ちょっと女性的にね、偏っていくのかなっていうふうにもちょっと思うんですけど、どっちかというとね、その女性の時代が今ね、来てるなっていうふうに感じてるので、男も女になっちゃえばいいなと。男も女もなくなってしまうのが、これからの、流れなのかなと思うとですね、皆さんぜひ、大豆食べてください。大豆ミートってのがあるんですよ。それをね、水で、お湯かなんかでね、ふやかして、唐揚げみたいなものも作れますので、ほんとね、わかんないですよ。お店でもそれを出しても、お客さんが気づかなかったって言っても、あつこさん、せっかく地球には美味しいものがあるのに、堪能しないのはもったいない。そうですね。美味しいもの、ありますね。有名な美味しい星らしいですよ。食べ物が美味しい場所。ネガティブなね、嫌なことがたくさん起きるような、そういう世界ではあるんですけど、食べ物自体は、もう群を抜いて美味しい星だそうです。そうですね。でもね、美味しいものがないわけじゃないですよ。よく誤解されるんだけど、我慢してるわけじゃないですよ。多少ね、たこ焼きは僕にとっては今、ほんの少し我慢ですけども、食事自体はね、家では妻が作ってくれていますけども、もう全然満足ですよ。ただ昔は肉料理がないと満足できなかった時は確かにありました。でも今は本当ね、いらないかな。本当いらないですよ。食べれないんだけどね、もうね。多分四つ足食べると僕戻しちゃうな。ラーメンも僕ダメだね。ラーメン。豚骨ラーメン食べると瞬間的に僕は、お腹が壊れます。昔は好きだったけどね。よく食べたけど。美味しいものたくさんあると思いますけど、それはね、僕はジャンクな食べ物も美味しかったなと思うんですけど、今こうやって生活するようになって、大量に食べなくなったからできるということも言えるとは思うんですけど、いいものを買うんですよ。例えば海苔なんかでも、無酸処理といって、酸処理をしていない、いわゆる、海苔でいうところの無農薬のね、みたいな海苔があるんですよ。そういったものはちょっとお高いんですけど、そういったものを、大事に食べるかな。
激安のものをちょっと注意してますね。うん、いいものを、まあ、ほどほどな量、ガブガブ食べるっていうことはしなくなりました。まあ、美味しいですよ。美味しいものいっぱいありますよ。それをね、逆に知っていただきたいですよね。沖縄で春にワークショップで行くんですけど、半ばにね、そこで、その2泊3日、伊計島という島でやるんですけど、そこに、料理人の方を呼んでいてですね、その方は、ビーガンのお弁当なんかを普段作って、販売していらっしゃる、福豆さんっていう方を呼んでるんですけど、本当に美味しいですよ。これ、ビーガンなの？みたいなことを驚くと思うので、ぜひそういうふうな、食事を出してくれるようなお店も、体験してほしいなと思います。そもそもアヌンナキ一族という爬虫類型宇宙人の遺伝子とか血とかが地球人の肉体に入っているなら肉食になるなんて当たり前の話になる。日本人は竜族だとかという話を宇宙考古学を独自に研究している精神世界の鉄人さんの宇宙考古学で知りました。肉食になるのが当たり前。肉食。まあ、遺伝的なね、ことを言い出すとなかなか、よくわかんないですけども。けど、僕は信じた道をただ、生きていくだけなので、僕は、宇宙人アミの本に非常にこう、胸を打たれたんですね。以上。ラジバさん、つまりはもともと完全菜食にしたかったんだよね。人に説明するとすごい言葉の量になるけどさ、結局はそうしたかったってことだもんね。そうそう。めんどくさいんですよ。菜食ってそこそこね。説明もいるしね。でもまあ、いいや。もう。たこ焼きショック。そう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 。悦子さん、瑞穂区ですか？陽温通り駅から、新玉橋駅くらいのところですよね。たこ焼き三丁目さん、要チェックです。ほんとね、ほんと名店だと思いますね。僕はね、いろんなとこでたこ焼き食べてきたけど、ここが一番です。僕の中ではね。大阪人もここに連れて行きたいもんね。大阪の友達とかね。白い鳩さん、おはようございます。後ろのお習字かっこいいですね。これね、この間、僕の誕生日会に、来てくれた、エリちゃんが、まあ、書道家なんですね。書家なんですね。で、書いてくれました。OK さん、最近体調が良くありません。味覚が変わった。体の力が減った。足の甲と足首などがむくむようになった。心配に、追われている感じです。対策方法が思いつかない。食べなきゃいいと思いますよ。多分食べ過ぎじゃないかな。僕体調崩したらね、もうよっぽど崩さないですけど、1、2食さっと抜きますね。そうするとすぐ良くなりますね。まあ、足がむくむというのはちょっと、何か訴えしてそうだけど。よかったら、EM 生活を、おすすめします。ララチバさん、今、マンダ酵素飲んでるけど。EM に変えようかな。EM ね、安いよ。マンダ酵素いくらか僕知らないんだけど。だってこんなんだってキャップ1杯ずつ飲んだら2ヶ月ぐらいは持つもんね。ほんのちょびっとでいいんですよ。飲むのはね。
500ml が4628円です。これ送料無料で送れます。EM ってね、後ろに置いてあるやつ、あれは実際に生きてる菌が入ってるんですけど、培養してね、増やせるんですよ。ほんのちょびっと入れて、あと、糖分入れて、増やせるんですね。これであったかいところに置いておけば。ちょっと空間がいるんだけどね。この辺のコツはちょっといろいろあるんですけど、EM は培養して増やせます。こう増やし出すとね、格安。多分1本あたり100円ぐらいですよね。こんだけ増やしても。こんなものがね、ほんと、匂いだとか、掃除にも使えるしね。うちはお風呂にも入れたり、洗濯にも入れてるんですけど、これをね、これをさらに、100倍、200倍に薄めて、霧吹きに入れて、うちに吹くんですよ。匂いには効果てきめんで、もうほんと、場の空気変わりますよ。ポーさん。地上波テレビでは大阪のおじさんの証人喚問とやらで大騒ぎしてますが、テレビも新聞も極力触れないようにしているので、何があったのか意味がわかりません。小林さんはテレビ、新聞の類はご覧になられますか？テレビないんです。新聞もありません。まあ、たまにね、ブログ書いてる最中にね、こう右側にアメーバニュースとかって出てくるのを ちらっと見るときありますけど、まあ基本的に見ないですね。まあまともなことも書いてあると思いますよ。事実もちゃんと書かれると思うけど、でも、大概は脚色してね、自分たちの都合のいいように書いているのが、まあそもそもマスコミだろうなと、いうふうに、まあ思うので、まあ気骨のある新聞もありますよ。原発のこともちゃんと伝えることができる新聞もあるんですけど、どうしてもやっぱりね、巨大な資本が入っている人たちは、それが難しい場合が多いようです。だから僕は見ないかな。大豆は体が冷えるというのは本当ですか？まあ何でもね、過ぎたるか及ばざるが如しですよ。まあ食べ過ぎやほど、食べ過ぎないでいいかな。食べ過ぎない方が、まあいいかなという気がします。おお、悦子さんがいろいろリンクを貼ってくれてますね。白い鳩さん、くるみとかはよく食べますか？くるみありますよ。あとね、カシューナッツだとか、ナッツ類は多少ありますね。まあ、妻が料理教室だとかやっていてですね。で、おやつも作るもんですから、そういう材料として、まあ、良質な材料を取り扱っているお店で買ってます。悦子さん、ゲージング見つめることで奇跡治療ができるブラッツォさんのゲージングが無料で受けられるという公式サイトがこちら。おお、奇跡治療が無料ならいいですね。奈良千葉さん、いってらっしゃい。いいね、この、いってらっしゃいって言わせてもらえるの。楽しいな。白い鳩さん、EM がリーズナブルだと聞いてハードルが下がりました。EM ね、安いですよ。ほんとね。もうちょっと販売店が儲かるようにしてくれよって思うんだけどね。安いですよ。これ、タッパーね。タッパー。これ、さっきの EMX ゴールドが混ぜてあるタッパーですけど、これね、1296円。まあ、タッパーにしたら少し高いんだけど、でも、もう全く別物ですね。うちのタッパーより全部これに変えろって、妻に言ったぐらい僕はこれに感動しましたけど、キャベツの千切り入れといたらですね、1、2週間経っても
全然茶色くならなかったんですよ。まあよくわかんないけども、こういうものはもう事実目の前で見たらもうしょうがないなと思ってですね。はい。EM 生活しています。はい。で、4月の12日はね、自宅で、まあそういう勉強会というかね、そのイベントやるんですけども、はい、よかったら。OK さん、これ黙食って読むの？体調改良しますか？黙食？なんだろう。すみません、ちょっと、わかんない。なんです。いやー。エイジング。あ、ちょっとすいませんね。よいしょ。なんだかんだよく喋った。そうですね。こういう仕事やっててですね。で、若くても結構いらっしゃるんですね。その体調が良くない人。体調を整えた方が早いね。で、まあ全員が全員じゃないと思うんですけども、やっぱりね、無理に我慢するとかって、あまりね、精神的に、好ましい状態ではないと思うので、でも、やっぱりちょっとね、軽い食事、進めたいな、と思います。やっぱ今ね、ティリさんもそうだったんだけど、脳梗塞で倒れる人が異常に増えたんですよ。で、またね、最近の医療の進歩もあると思うんですけど、死ななくなった。そうです。もう脳梗塞の数などもうなぎ登りに増えてるようなんですけども、まあでも、もちろんね、精神的なそのストレスだとかというものもあるとは思うんですけど、まあ、詰まるわけですから、詰まるかどうかで言ったら、血液のね、その状態、が関係しているとすればですね、やっぱり食が大きいんじゃないかなと思いますね。ついね、ここ最近、娘の長女の同級生、このクラスメートのお父さんがね、どうも倒れたようなんですね。右半身が調子良くないのかな。やっぱりそうなって初めてね、まあその対応策を考えるとかっていうふうなことじゃなくて、そういう人たちが今増えているということを、自分のそのね、生活に置き換えてですね、先に学び取った方がいいなと思います。想定をする。まあ自分は大丈夫というふうについつい棚に上げがちだとは思うんですけどね。俺は健康だと。私は健康よと。だけど、健康だ健康だっていうふうに思っていながら、倒れていく人がこんなに消えるとね、ちょっとやっぱり、当たり前の常識を少し疑って言ってはどうかなと。思いますが、いかがでしょうか。お、ハッピーさん。EMX ゴールドは美容にも良いですか。まあ、美容に良いっていうふうに僕がね、言い切ってしまうのはどうかなっていう気がします。ただ、すべてね、こう、皮膚を作るだとか、いろんなその栄養素を循環してね、流してるのも、まあ、この腸の中ですから、腸の中が整えば、
肌にいいのは、当たり前だと思いますね。だって外側からさ、なんかつけてつけてって当たって、肌は内側から出てって外に排泄されていくんだよ。だから外からやったって限界があると思うんですね。まあ、つけ焼き刃ですから、それよりも、腸の中から何を吸収させていくかということを考えれば、腸内環境を整えることは、もう、抜群に効果的だと僕は思います。これをだってね、傷口に塗る人とかいるんだよ。腰痛に塗るとかね、まあ、いろんなことをやってる人はいますけど、まあ、一応飲み物ですけどね。目薬にしてる人もいるとかって聞いたことがあるけど、まあ、使い方はね、勝手に考えていきましょう。ちなみにね、この EM1 っていうのをね、育てたこれを、100倍、200倍に薄めたものを、うちではね、こう、部屋にも拭くし、頭にも顔にも、化粧水代わりに使っています。まあ、僕はね、化粧水とかあんまり興味ないんで、あんまりやらないんですけども。やっぱり気持ちがいいみたいですよ。やっぱりね、化学的なものは使ってない方が、肌につけるものはいいんじゃないかな。これ一応農業だとかにも使うのが基本のものなんですけど。でもその、化学物質をね、転換させて、まあ、要はその生態系を元に戻していくような働きがあるということが、もう EM では確認されているんですけども、それはもう皮膚のね、常在菌のいるこの環境であっても同じことだろうなというふうに思いますね。こんなに作ったらもう本当なくならないですよね。うちはね、田んぼもやるんで、これから、そういう時期になってきましたけど、EM をこう、もっとでかいタンクで培養してですね、ドボドボ入れますけどね。土作りで。美容に、だったら僕は本当これだと思うな。液体のものを維持するにはね、どうしても添加物がたくさんいるんですよ。でも EM の中にはそういったものを入れずに作っているので、シャボン玉石、EM シャボン玉石鹸とかね、庶民的なものもあるんですけど、そういったものを使ってほしいなと思います。ハッピーさん。体重が4キロくらい軽くなりましたが、筋肉も落ちた気がして、体を鍛えるしかないですか？何か良い方法をご存知ですか？良い方法？僕ね、体全然鍛えてなくて、まあ、体が軽くなればその分ね、そんだけの重さを維持する必要性がなくなるから筋肉もいくらか落ちると思うんですけど、まあ、歩くことじゃないですか？船瀬さんがね、船瀬俊介さんがトレーニングの仕方とかも話してるけど、まあ、続けられるやり方がいいんじゃないかなと思いますね。悦子さん。ブルーノ・グルーニングさんのお言葉なのですが、病気は悪から来ます。悪の習慣、悪の思考をやめなさい。斎藤ひとりさんもみたいなことをおっしゃっています。病気は自分が反省するべきところがあるときになるんだよ。変なものを食って変なこと考えてんだろう。悪の思考とは、自分や人を責める思考や悪な企みなどを考えることだそうです。ということです。まあね、心も体も一緒だなというふうに思いますから、気をつけていきましょう。でもまあ、悪な思考って人間どうしてもね、するでしょう。ね、妬ましいとも思ったりもするだろうし、愛していたからこそこう憎しみ倍増みたいなね、まあでもそれが人間だと思いますよ。白い鳩さん、培養とかワクワクします。味噌作りとか一緒で楽しそう。味噌作りとかと一緒で楽しそう。万能酵母飲み始めて1ヶ月です。あい、1月ですが、我慢してないけど食事の量を食べたくなくなってきました。胃腸がいらないと言っているような感覚。たまに無視して食べちゃうけど。で、
私も行ってきます。ありがとうございます。行ってらっしゃい。うん。妻がね、EM の EMX これだね。これを使って、味噌作りのワークショップやってるんですよ。で、その味噌を作るための容器もね、そうそう、ちょうどあるから見せるね。やっぱね、味噌大事だよ。これね、これ。見える？見えるわね。これ。こうした方が見えるかな。これ、杉だるね。杉だる。超重い。おいしょ。この杉だる、高くて大変なので、最近はこのエンバランスという、まあ、さっきの、プラスチックの容器と同じプラスチックなんですけど、これで味噌作りを妻が最近はやってます。最近この味噌作りセットをたくさん納品したばっかだ。これ重い。よいしょ。ね、杉だるこだわってやりたかったんですけど、やっぱね、大変なのね、重いし、管理が。それよりも、このプラスチックは本当安定してできるんですよ。早くできる。で、発酵を促すので、本当、スムーズに味噌が簡単に作れるので、これを最近使ってワークショップやってるようです。でももう時期的にはね、寒仕込みの時期を、過ぎてしまいそうなので、また次かな。寒仕込みがいいよね。寒い時期ね。妻もね、万能酵母一応作って持ってるんですよ。まあ、あんまりでも使ってないかな。でもたまになんか使ってるみたい。OK さん、箸の防腐剤などの化学物質で体調を害することはありますか？インドネシアの鉄木の箸を使っていました。変な匂いがしています。僕もね、箸はね、割り箸はほとんど使わないですね。中国産の箸もそうなんですけど、白いでしょう。漂白剤を結構たくさん使って色を抜いてるようなんですよね。ほら、小さな入れ物にこう魚入れといて、箸を入れてこうやってると、その化学物質が、染み出て魚が死ぬそうです。まあ、やったことないですけどね。かわいそうなんで。それを聞いたらね、まあ、やっぱり前箸だなと思って。僕は基本前箸を持ち歩いてるので、ほとんどその割り箸を使うことがないですね。何年使ってるんだろう。10年ぐらい前箸持ち歩いてますね。あ、いい時間になってきましたね。金ピカさん、軽い。プチ断食で腸をお休みさせてあげることを続けてみると、見える世界が少し変わってきました。腸がもう一つ脳だという意味を体感したような感じです。おお、いいですね。ちょっとね、小食でこう小腹が空いてるっていう状態を、僕たちはあまり日常体験したくなっちゃったんですよね。飽食の時代ですから、何でもすぐに手に入りますからね。でも、ちょっと空腹な感じをこう、作ってあげると、だいぶ体は、休まりますよ。どこかな？今日の報告としてはですね、そんなとこですね。まあ、これがスピリチュアルな話題なのかって言われると、微妙な気もしますけども、でもさ、精神を安定させるということをね、その精神をこう、ちゃんとバランスを取るということを考えると、健康とかね、食とか、当たり前に大事なことじゃないかなと思います。
じゃあ、少し告知をさせていただいてもいいですか？じゃーん。これじゃない。告知させてください。4月の半ばにワークショップで僕沖縄に行くんですけど、4月の頭にも行くことになりまして、そこで、ピーちゃんとこれ、ピーちゃんとコラボで、本丸ラジオの公開録音と、あとは、僕のお話し会みたいなことを、やります。沖縄のね、宜野湾っていう場所なのかな？ 4 月の5日にやりますので。ピーちゃんって最近、スピ TV に出てるのはピーちゃんなのかな？このピーちゃんかな？それも知らない。これ僕のホームページに載ってますので、4月の5日沖縄にいらっしゃる方は、よかったら遊びに来てください。じゃーん。ということです。あと、続きまして、失礼いたします。岐阜、これ岐阜です。ここの自宅ですね。満月の宇宙会議、4月の11日火曜日のお昼間にあります。ただ昼前から夕方ぐらいかな。ランチ付きでやってますので。よかったら岐阜のこの田舎に遊びに来てください。お風呂セットを持ってきていただければ、終了した後にですね、みんなでお風呂行ってもいいかなと思いますので、とね、のんびり過ごしてもらっているイベントです。さらに、すいません。福井県に行きます。ワンデーワークショップ、まあ、ほぼ一日の、丸一日のものですね。4月の22日土曜日に行きます。龍門寺さんというですね、僕最近龍にご縁をいただいているんですけども、この龍門寺さんで行います。よろしくお願いします。北陸エリアの方。個人セッションはその翌日23日に受け付けてますので 合わせてご検討ください。あ、そうそう、あとこれですね。テディコン。4月の2日ですね。東京浅草で、日曜日ですね。テディさんをしのぶ、イベントを、行います。その、テディさんをしのんでですね、大きなイベントで、まあ、みんながですね、集まってワイワイできたらなと。どういうイベントなのか僕もよくわかってないんですけども、とりあえず僕の、講演の枠をいただいてしまいましてですね。これか。ここかな。出典もね、たくさんあるみたいなので、本当いろんなスピリチュアルな、概念だとか、触れることができると思いますので、おすすめです。あれ？そういや、僕、ないね。ピャー、あれ？これは、あ、ここか。そうそう、たくさんの出展者と、あと、エレマリアさんの講演、ドルフィニストの、ご夫妻の講演、大御所山川夫妻の講演と。あと、おまけで まあ、これおまけでいいんですけども。僕の、講演を、があるのかな。よかったら遊びに来てください。まあ、それに絡めて、東京で個人セッションも受け付けておりますので、よかったらホームページ確認してください。こんなもんかな。こんなもんかな。これじゃない。こうじゃなくて、いやー、前回ちょっとね、短めだったからね、今日はちょっと長かった。これもうちょっとさ、
チャットとかね、こう、放送のこうタイムラグがなくなっていくといいんですけどね。ありがとうございました。あと何かいいことあるかな。いいかな。いやー。まあ、蓋を開けてみれば、やっぱりこういう、ちょっとね、食の話になりがちなんだね、僕ね。もう、そういう部分がね、ちょっと落ち着いていた方が、まあ、思考としても安定するなって気がしますね。僕の中でね、また喋り出すな。まあ、完全菜食ですっていうふうに言えた方がいいなっていうのは、まあ、前々から思っていたんですけども、それでいいやっていうふうに思えたのは、まあ、心境の変化もあったんですよね。まあ、この世界にはですね、執着っていうのが発生しやすいじゃないですか。で、執着ね。なんかいろんなものに執着してしまうんだと思うんですけど、そういう執着をね、手放したというか、まあ、こんなものどうでもよかったんだなっていうふうに気づけたときに、じゃあもう、自分の生き方は、自分が決めたように、もう、邁進していこうと。ね。誰のためでもないし、自分のための人生、自分で決めたものを、推し、その選択を、していこうというふうに、まあ、どっかでね、サクッと思えたんですね。まあ、それが大きいのかな。まあ、一応、新生小橋あるということで、今後とも、ご愛顧よろしくお願いします。ぜひですね、4月の2日、東京で、皆さんとですね、直接お会いできるのを楽しみにします。ありがとうございます。あともう一点ね、もう一点。ぜひ、スピ TV にご寄付と、あとは、トップページのですね、これなんていうの？感じだった。スピリチュアルランキングのボタンをポチッとしていただきたいのとですね、あとは、トップページのですね、Amazon というバナーがあるんですけども、そこから、Amazon で買うときは、購入していただくとですね、ありがたいなと思います。ここね、ここ。こんなことでね、運営経費を出して、いけたらなっていうふうに思うんですね。武士さん、本当に頑張っていらっしゃってですね、これからやっぱりね、その意思を、テリーさんの意思を継いで、リーダーシップ取ってやっていっていただくにはですね、やっぱりいろんなところにこう取材に行っていただきたいなとも思うもんですから、そういう予算も、出せるような、チャンネルに育っていったらなと思いますので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。ご批評も、受け付けておりますので、よろしくお願いします。こんなところで、今日のところは、終了したいなと思います。今日も皆さん、ご清聴。これなんかおかしいことになってんな。これか。こうか。ご清聴ありがとうございました。今日も素敵な一日を。お過ごしください。では、バイバーイ。